週刊エリア TV、 続いてはフォーカスザリポートのコーナーです。さて今回もおすすめ動画を3つピックアップしてご紹介していきたいと思います。まず最初にご紹介するのは神奈川 TV から鉄井静子さんが行ってきてくれました。姿勢科学に基づいたカイロプラクティックが受けられます KCS センター平塚です。そして2つ目は神戸 TV から佐久間むつみさんと上村壮一さんが行ってきてくれました。とっても美味しいお料理とワインが楽しめる芦屋食堂マンチョスです。そして3つ目は美和系 TV から私ミオが行ってまいりました。滋賀のえーもんうまいもん祭りの様子です。美味しいものいっぱい食べちゃいました。さあそれでは早速最初のリポート先にフォーカスイン。さてまず最初にご紹介するのは神奈川 TV からです。鉄井静子さんが行ってきてくれました。姿勢科学に基づいたカイロプラクティックが受けられます KCS センター平塚というところなんです。姿勢科学とかカイロプラクティックとかちょっと難しい言葉が並んでるんですけども、ここで何ができるかと言いますと、体の痛みとか、しびれとかを取って体の歪みを治すことができる、そんなところなんですね。まずはデジカメで全身撮影をして、それを見ながら姿勢科学に基づいて骨格から来る痛みなのか、筋肉から痛みなのか、筋肉からの痛みなのか、そういったところを細かくチェックして実際に施術してくれるそうなんです。でね、その施術をしてくれるのがこれすごい人なんですよ。コンテストでナンバーワンに輝いた神奈川ナンバーワンの、カイロプラクターの方なんですね。もう全国組合のお墨付きトロフィーまであったんです。これはもう任せて安心といったところでしょうか。そして ここにはキッズコーナーがありますので、もうお子様を預けてね、そのキッズコーナーに預けて自分が施術を受けることもできますので、ご家族で来られても安心だということなんです。実際に通っている患者さんへのインタビューなんかもありますので、よかったら参考にしてみてください。体のしびれ、痛み、歪みが気になるという方、ぜひ行ってみてくださいね。さあそれでは次のリポート先にフォーカスイン。さあ続いては神戸 TV からです。佐久間むつみさん、そして上村壮一さんが行ってきてくれました。芦屋駅からすぐのところにあります芦屋食堂マンチョスというところです。ものすごく大人な雰囲気の店内なんですけれども、ここではランチとディナーが楽しめるそうです。でランチのおすすめメニュー、ハンバーグランチとオムライスランチを試食してくれてるんですけど、もうすごくねボリューミーで、特にハンバーグなんかはハンバーグの上にゆで卵がこう並んでたりして、すごく美味しそうでしたよ。ぜひチェックしてみてください。で夜はですね、洋食に関わらず、中華とか和食なんかもう和洋食ん和要中ですね、揃えてるそうですので、皆さんぜひ行ってみてください。そしてこのお店の魅力は何といってもワインなんです。ものすごくたくさんワインが並んでるんですけど、こうワインってやっぱりちょっと高いイメージとか、ちょっと近づ寄りがたいなんてイメージあると思うんですが、ここのワインは美味しくてリーズナブルなんだそうです。なので気軽にワインを楽しめるお店ということでもあるんだそうですよ。美味しいお料理と気軽にワインを楽しめるお店となっております。芦屋食堂マンチョス、ぜひ行ってみてください。さあというわけで次のリポート先にフォーカスイン。さて最後にピックアップするのは美和系 TV から私ミオが行ってまいりました、滋賀のえーもんうまいもん祭りです。このイベントは滋賀の美味しいものや工芸品が一堂に集まったというイベントなんですけども、工芸品は焼き物とか染め物とか本当にいろんなものがありました。そしてもうなんといっても美味しいものといえば近江牛ですよ。でも近江牛だけじゃなくて、滋賀の名物である船寿司とか、あとはご当地ロールが今話題となっていますので、ロールケーキとかプリンとか、もう思い出すだけでうっとりしてしまうほど美味しいものがたくさんありました。またね、来年もこのイベントあるそうですので、皆さんもぜひぜひ行ってみてください。そして滋賀県にぜひ触れてみてくださいね。というわけで3つの動画をピックアップしてお届けしてまいりましたフォーカスターリポートですけれども、今回ですね、このご覧ください、このすがすがしいこのね景色といいますか、
ここはですね、オープニングでも申しておりましたフォレオ大津一里山のテラスなんです。こんなちょっとね素敵なところでお食事なんていいですよね。すごく風通しがよくって家族でテラスでお食事なんてのもいいんじゃないかななんて思います。さてということでお届けしてまいりましたフォーカスターリポート、いかがだったでしょうか。エンディングはこの後、例のロボットのイベントを楽しんでいただきたいと思います。そちらもお見逃しなく。フォーカスターリポートでした。